ニュースの深掘りです。今日こんなニュースをテレビで見ました。非常に愕然としましたね。枝野さんが必死になっているのはよくわかります。何とかして埋没を避けようと思って政策を打ち出すのはわかるのですが、これはどんな国民が見ても付き合けば思いついたものをどん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 上げているというほか言いようがありません。住宅政策を発表、もちろん言っていることは何の間違いもございません。 空き家を借り上げるみなし公営住宅の整備新築住宅の断熱化の義務付けさらには既存の建築物断熱化のための大胆な補助制度をうんぬんと言っておりますただこの上を見てくださいこう書きました悪夢の民主党政権時代に連発した高速道路無料子ども手当ヤンバナブダブなど無理難題を自分に投げつけては自爆するパターンを思い出すまさにやっつけ仕事の極み皆さんもこう思いませんでしたかね 前回ダブしました7つの政策もそうでした。あんなものできるのかという内容もありましたが、一番驚いたのは6人の任命の問題、さらに盛りかけの問題と国家の対抗を示す方針を示す内容とは程遠いさまつな問題です。やりたければやればいいですけども、それはあの7つに入るというようなことではございません。それがわからないということに私は愕然としました。 保守支持者としても、私としては、枝野代表には頑張ってほしいところは心から願っています。そうしないと自民党も必ずこれは垂れて悪くなります。ぜひとも枝野さん、頑張ってお願いしたいと思います。